不まねソサエティ人類愛に満ちた社会は、1992年7月1日に、キューンレコードから発売された、OVA 作品。2003年12月17日には、同社より、DVD 版が発売された。世紀末が発表した、絵巻経典で、作中に登場する悪魔はすべて、世紀末の構成員が声を当てている。 人類を滅ぼそうとする悪魔の前に人類を守ろうとする神が現れ、両者が人類の存亡をかけて対決するという物語。タイトルの不マネ・ソサエティは世紀末の曲、怪獣たちの墓場の英訳題でもある。199X 年、悪魔の力によって異常気象や昆虫の大量発生などの災害が世界各地で頻発し、 人類は滅亡の危機に立たされようとしていた。しかし、不思議な力を持った一人の女性、ローザが現れ、数々の奇跡によって、これらの大災害をことごとく退りけていく。やがてローザは、人類の救世主として、世界中の人々に崇められるようになる。これを心よく思わない悪魔のリーダー、デーモンは、人類抹殺のために、最終兵器、 バベルの塔を発動しようとするが、ローザに命を狙われることとなる。人類を率いる騎手となったローザは、人類救済のために、カインの塔の建造を開始し、人類の存亡をかけた神と悪魔の全面対決となる。エンディングテーマ、正義のために以外は原曲そのものではなく、オリジナルアレンジを加えた、ショートバージョンが用いられている。ありがとうございます。